こんにちはりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきたいと思います。今日のテーマはこれですね。お金の教育。大切な子供がお金で苦労しないためにできること。こういうテーマでね、話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね、興味のある方はまた見ていただければと思います。質問いただきました。いつも勉強になる動画ありがとうございます。30代後半の会社員です。学長のおかげで資産が順調に増えています。今日は子供についてのご相談です。うちには2歳の子供がいます。 お金のこととではあままり苦労させたくないないい思っています今後日本では急激に人口減少が進みます給料が上がりにくくなるのはもちろんのこと年金などの社会保障はますます厳しくなるこういう時代です そんな厳しい時代を生きることになる子供が希望を持って暮らせるように毎年100万円ほど増与していき10年かけて総額1000万円ほど渡そうと思っていますそして高校生ぐらいになったら自ら資産運用させて必要な金融知識を身につけさせていきたいなと思っていますもちろんお金そのものも役に立つはずですこういった案をどう思うでしょうかアドバイスいただけると嬉しいですとこういう質問いただきましたんでねこれを今日のテーマにして話していきたいと思います 子供の資産形成と子供の金融教育。もう非常に大きなテーマですよね。過去にこの YouTube のチャンネルでも何回もね、質問出てきました。で僕個人の今回の質問に対する結論としては、1000万円もの大金を子供に渡す必要はないのではって思ってます。もちろん個々の家庭事情によるとは思うんですけど、 子供に残すべきは魚ではなく、魚の釣り方と、つまりお金を与えるんじゃなくって、お金のね、儲け方、稼ぎ方とか、お金を得る方法っていうのを残していってほしいかなと思うんですね。お金を与えれば与えるほど子供が弱くなるっていうのは、いろいろな研究で明らかになっている。 自らの手で魚を釣ろうとしなくなるからですね。とはいえ、子供世代が皆さんよりも厳しい時代を生きる可能性は高そうです。何か残してあげたいという気持ちもよくわかります。じゃあ、一体どうすればいいのか。僕の金融教育のおすすめはこれですね。子供が生まれたら、もしくは小さいうちに、子供の口座で VT、全世界株式を100万円買って65年放置、ねえー。これが一つのおすすめになってくるかなと思います。全世界株式こそ、自分の子供に金融教育と 子供を弱くしない程度のお金この両方を残せる最高の贈り物になるかなと思います VT100 万円は 65年後に2000万円を超えるぐらいのポテンシャルがあるんですね。子供自身の老後問題が解決してしまうような、そんなレベルのポテンシャルがあるよと。でこの動画では、一体なぜこの VT を100万円分渡して65年間放置せよ。こんなことを言ってるのか、その根拠を解説していきます。話の順番としては、まず1つ目、お金に困る理由とこれからの2本。それと2つ目に子供に残すべきもの。3つ目に VT を贈り物にする5つのメリット。この3本立てになってます。非常にね、面白いテーマになってますので、ぜひ最後まで聞いて って,言っていただければと思いますっていうことでね、本題入っていきましょう。解説ですね。まず、お金に困る理由とこれからの日本ですね。まず、お金に困る理由についてなんですけど、今の日本にはお金の悩みを抱えている人がたくさんいるわけですね。その原因の一つは、単純明快です。お金について公的な学習機会がなかったからと。子供の金融知識のレベルは完全に家庭内教育、親次第なわけですね。えー、今までお金のこと学ぶのって学校で学んできてませんよね。お金について学ぶのって親とか。 家庭とかね親次第なわけですねだから皆さんのお金の価値観知識レベルがそのまま遺伝するとだから自分たちの何か特別学んでこない限りは普通に来てたら自分の金融レベルっていうのは自分の親にね比例するわけですねで皆さんは国語算数理科社会音楽体育義務教育何時間やったかどうでしょう覚えてますか学習指導要領によると小学校ではこんな感じなんですよね えー、まあざっくりこんな感じと。例えば、小学校1年生は国語の授業が306回あるわけです。1コマ45分なんで、306×45 分。1年間で約230時間。これだけ時間をかけて勉強するわけですね。6年間小学校に通うと、全科目を習うのに約4200時間使うそうです。でこの中に、金融教育はほぼゼロなんですね。もちろん中学校でも習わないと。 義務教育が終わって高校生になってからも金融教育の機会はなかなかないということでねで皆さんがお金で苦労しているのは何でかっていうとお金について習う機会がなかったからですよ国語算数僕ら習ってなかったら当然文字読めないし計算もできないですよねそれと全く同じ話ですこのままいくと皆さんの子供も皆さんと同じようにお金については学校では学ばずに育つんですねそのことは認識しておきましょう僕自身は高校生で起業してお金に関しては結構いろいろとひどい目に回ったんですね自業自得なところもある んですけどただ、義務教育でもうちょっとお金のことを教えておいてくれたら余計なところでつまずかずに済んだのになってそう思うこともたくさんあるんですね。たまたま運にも恵まれてたくさんの先輩経営者とか大富豪の人にいろんなことを教えてもらったんですけどそういう出会いがなかったら今頃どうなっていたかわからないということでねだからやっぱりこの教育で習ってないからしょうがないんですねお金に困る理由はで次にこれからの日本についてと日本の少子高齢化人口減少はこれからとんでもない速度で進む人口減経済縮小がメガトレンドなんですね 医府のデータによると2010年に1億2800万人だった人口は2060年には8700万人にまで減少となんと4000万人もの人が消えちゃうわけです東京都が3つ消えるぐらいの人数ですよ65歳以上の人の割合も2010年の23%から2060年には40%に上昇ということでね図にするとこんな感じになってますねまたゆっくり見てくださいこうなっていくと国の経済規模は縮小するし社会保障も弱くならざるを得ない 皆さんの子供たちが生きる未来は今より更に厳しいものになっているかもしれないということで国に頼り気になるんじゃなくって個人で資産を蓄えるそういう準備が必要になっていくんですねだからこそ質問者さんのような思いを抱いている人は多いわけですね次の時代を生きる子供たちに今親世代は何ができるのかっていう非常にね、これ切実な問題ですよねえじゃあ 子供に一体何を残せばいいのか。子供に残すべきものについて話していきたいんですけど、このチャンネルで伝え続けているお金にまつわる5つの力ですね。人生を豊かにするお金にまつわる5つの力。これは変わらないわけですね。貯める力、稼ぐ力、増やす力、守る力、使う力と。この5つがバランスよく育つことによって、お金に困らない豊かな人生になっていくと、ね。子供にもこれを見ている皆さん自身にも伸ばしていってほしい。この5つの力ですね、えー。とはいえですよ、何歳の時点でどこまで伝えるか。そのあたりの仮決 ラムについいてはまだ全然ノウハウハがないんですよ作りたいなぁとは思ってるんですけどそのうち子供向けの教育教材も作りたいかなと思ってますんでねぜひあの待っといていただければと思いますただ何歳時点でどのぐらいまで教えた方がいいかなってことについてはまだまだノウハウを貯めていくのがこれからなんで、えー、皆さんのね意見も聞きながらあの作っていきたいと思ってますのでぜひねまた意見くださいで今回の動画で言いたいのは子供の講座で VT 全世界株式100万円買って65年放置 これで少なくとも子供にこの2つを残せるんだよってことです。1つ目に教育、お金を増やす力ですね。それから2つ目、お金ですね。子供を弱くしないレベルのお金を残せると。ちなみに VT っていうのは、ヴァンガードっていう世界最高の資産運用会社が作った超低コストの全世界株式ファンドのことなんですね。 47カ国、約8000もの企業にこのファンド1本で投資できると。もう世界の株式市場の90%以上をカバーできるんですね。地球の会社ごと、もう地球丸ごと全部買っちゃうみたいな、まあ、そんなぐらいのイメージ持ってもらうといいと思います。お金を与えすぎると子供は弱くなっちゃうんですね。うちの父親もよく言ってたんですけど、長男に物を与えすぎたのがわしの教育のミスや、言ってね、よく言ってました。お金や物を与えすぎると自分で考える力が育ちにくくなってしまうってうね、こんなこと言ってました。子供はちゃんと自分で考える力があるんだと。適応 力があるんだとでもそれを親とかがねお金とか物を与えたりして問題を全部先に解決してしまうとそういう力が育ちにくくなってしまうってこんなこと言ってましたね。 とはいえ、今と30年後では慈愛が全く違うわけですね。時代のハンデを緩和するためにも、多少色をつけてあげるっていうのはありかなと思いますね。自分のこともやっぱり可愛いですしね。でなんで VT を贈り物にすると、教育とお金の2つを残せるのか。この贈り物のメリットをねお伝えしていきたいかなと思います。VT を贈り物にする5つのメリットをお話ししていきたいと。 1、えー、一つ目、65年後に2000万円を超える可能性。JP モルガンというアメリカの大手投資銀行によると、世界株式の超長期リターン予測は4.8%なんですね。これを元に複利計算すると、100万円分の VT は65年後に2250万円になるんですね。すごいポテンシャルですよね。これは子どもの老後資金を準備してあげてるのと変わらないんですね。 で子供たちが自分の将来老後に怯えることなく純粋に今を生きられるように手助けしてあげられると皆さんももし自分の老後資金貯めなくてもいいっていう状態だったらめっちゃ楽だと思いません、ね、今を生きる今を楽しいことするとかもっとね今を考えていきますよね未来ばっかり考えて不安になって貯めていかないとってる今をもっと楽しむことができますよねなんでこういった65年後に2000万円を超える可能性があるよと で2つ目のメリットとして、理論的に正しい投資手法なんですね。えー、こういったことを言うと、こんな意見、今日の動画だったら飛んできそうです。机上の空論だって。65年後なんてわからないじゃないかってね。投資の未来はいつも不確実なんで、その発想は決して間違いではないんですね。だけど、その一方で、株式っていうアセットクラスが、過去200年っていう超長期にわたり、最強の成長力を示してきたのも事実なんですね。1802年に、株、債券、ゴールドにそれぞれ1ドルずつ投資したとすれば、2017年にはこうなってるんですよ。 ゴールドが67.19ドル。債券が34,230ドル。そして株式が、なんとね、えー、2,774万9,940ドルっていうね、株式には1ドルが2,800万ドルに化けるパワーがあるってことです。海洋券もびっくり2,800万倍ですよ、ねえー。そのぐらい株式にはパワーがあるということですね。非常に有名な200年チャートです。 これを見てほしいんですね。モール街のランダムウォーカーに乗ってますけど、株式が超長期にわたったら一番パフォーマンスがね、良かったと、そういったことになってきますね。 でえー、しかもね全世界株式ファンドはどの国が勝つか予想しないわけです今はアメリカが強いんだけどこの65年後はどの国が最強かはわからないですよね全世界株式ファンドに投資しておけば自動的に最強の国への投資比率が高くなるよう自動調整されるんですね全世界株式ファンドっていうのはノーベル賞を受賞した現代ポートフォリオ理論にのっとった理論的にも非常に美しいファンドなんです資本主義経済が崩壊しない限り過去の実績で見ても理論的な正しさで見ても将来への期待で 見ても VT は投資の最適解の一つと言えます。地球上で人類が成長する限り、長期で見れば負けない投資と、そういったことになってくるかなと思います。これがメリット2つ目ですね。それから3つ目のメリット、世界経済に関心を持ってもらえると、ライオンキング、皆さんご存知ですよね。サバンナを治める王であるお父さんライオンと息子ライオンがサバンナ全土を見渡しながら語るシーンがあるんですね。お父さんライオンが 太陽のの光が届くところてて我らの王国だってわけですそうすると子供ライオンがね、みんな僕のものって書いて、こんな話してるシーンあるんですけど、子供に VT を渡すっていうのはこういうことですね。えー、もう世界中太陽の光が届くところも全部もうお前のもんだ。お前がオーナーの一人なんだ。みたいなね。お前もオーナーなんだ。なんてね。言ってるのと同じなわけです。VT 渡してくれるお父さんいたらいいですよね。僕ももう昔子供の時にお父親に VT 渡してもらいたかったです。お父さんパチンコばっかり言ってましたけどね。あの、銀玉のお土産はくれたことありますけど、VT はくれませんでした。話 VT は世界の上場企業の90%以上をカバーしてるんですね。 子供の目に入るもの、サービス。例えばアマゾンとか、コーラーとか、アップル製品、電車、家、ビル。こういったものの多くを VT の構成銘柄が作ってるんですね。まさに世界はお前のもの状態ですよ、えー。君はオーナーの一人なんだよってね、伝えること。今飲んでるコーラおいしいだろってね。君の飲んでるおいしいコーラ、君もオーナーの一人なんだよって伝えることで世界経済に関心を持ってもらえるかもしれないし。今日の経済ニュースが VT にどう影響を与えるか。不況になるとどうなるか。 公共にななるるとどうなるか子供と一緒にそういうことをね話してみても面白いですよね。僕自身父親とテレビとかいろんなね、社長さんが活躍するテレビとかドキュメンタリーとかああいったものを見ながら、えー、こういった原価とか商売のことについてよく話しました。えー、子供でも分からないながらでもそういった話を聞いていくとね、だんだん覚えていきますんでね、えー、ぜひそういった話のきっかけにしてもらうと嬉しいかなと思います。それから大富豪の教え、一生引き出さない口座を持てるんですね。僕はスイスの大富豪に一生引き出さない口座を持ちなさいって教わったんですね。 この心構えで自分のお金を確保しておくことが経済的自由へとつながっていくとスイスの大富豪はまたモルディブ大富豪とは違った別の方、ね、なんですけどすごい大金持ちですで子供名義で100万ものお金 VT を渡して自由に出し入れできたら子供がちゃんと使える可能性は低いですよね 自由に出し入れできちゃうみたいなね、えー、全部おもちゃ買って終わっちゃったみたいな、まあ、100万円おもちゃ買える子供もすごいなと思いますけど、えー、ちなみに僕の友人の不動産大家さんは500円玉貯金で10年で1000万貯めたんですねでそれで新車を買いに行って貯金ってこうやってやるんやぞって,言って教えてましたちなみにこの友人の大家さん腸がつくほどの富裕層なんですね数千万円の車複数台所有してますし正直1000万円の車を浪費で買うなんてへっちゃらなんですよだけど子供に貯金の仕方を教えるためにねやってたそうですでこの贈り物の VT の贈り物の肝はこのお金はどうせ使えないってことなんですよ少なくとも成人するまでは自由に使わせない方がいい引き出せないお金株式こそがお金に働いてもらうとは一体どういうことなのかこの事実を子供に教えてくれるわけですね 話は戻って、この VT をプレゼントすることで、大富豪が日々味わっていることを小さな形とはいえ、身をもって経験させてあげられると。これほど貴重な実体験はないわけですね。子供の金融リテラシーが高まれば、老後に使うはずのこのお金、もしかしたら一生使う必要がないっていう状況になるかもしれませんよね。これがメリット4つ目です。5つ目のメリット、分配金を味わうことができるんですね。VT には分配金があるんですよ。 2020年7月現在で利回り2.1%ぐらいです。分配金のですよ。で税引き後だと1.5%。つまり100万円投資すると年間で1万5000円ほど。四半期配当なんで3ヶ月に1度3000から4000円ぐらい要は配当が入ってくるんですねで。資産運用の理論的には分配金再投資が正解なんですけど、これを再投資するかお小遣いにするか選ばせてもいいかもしれないですね。もちろんこの分配金を使ってしまうと子供の将来のためのお金が減りますよね。だからもし子供が再 再投資を選ぶんだったら、ご両親がね、VT プラス1万円購入とかしてもいいかもしれないです。そうすると、来期もらえる分,分配金が150円増えるわけですよね。だ子供にとっての150円は大きいですよ。再投資して、未来に時間を使えたんだったら、まあ、ご褒美というかね、VT プラス1万円購入してあげると、えー、今度来期もらえる分配金が150円増えるんで、子供にとって150円大きいですからね、そういう動機づけをしてあげるといいですよね。こうやってまあ我慢というか、未来に向けて種をまいたら、もっとこうして大きくなるんだよ、みたいな。こんな感じで、ね 教えてあげるといいかなとこういうやり取りを通じてお金を貯める力も意識させてあげられますよね資産運用のおこぼれ味わったり福利運用で元本を増やしたりしていろいろな経験をさせてあげるとこの実体験が子どもの財産になるわけですねこれが5つ目分配金を味わうことができるとということでまとめいきましょう僕だったら今を生きられるようにするお金と金融教育を子どもには残すかなとそういうふうに思います 1>, 1つ目、お金に困る理由とこれからの日本。2つ目、子供に残すべきもの。3つ目、VT を贈り物にする5つのメリット。この3つについて解説しましたで。お金に困る理由は、公教育で金融教育ができないからですね、先生たちの負担すでにいっぱいいっぱいですよ。ここに先生たちにもうね、金融教育さらにやれって、やってくれって言っ,て言ったって、そりゃもう無茶ですよ。大変ですから、先生たちもねで。金融教育の特殊性から考えても、これからも公教育の外で金融教育が必要とされる可能性は高いですね。 家庭内ととかか民間スクールとかってことですねこれからの日本は超少子高齢化で縮小経済に入る見込みと人口は4,000万人減って高齢化率は40%子供が希望を持って暮らせるようにするにはそれなりの手立てがあった方がいいですよね。 で2つ目、子供に残すべきものはこの2つです。教育とお金ですね。ただし、このお金の方は子供を弱くしてしまわない。与えすぎない程度のレベルの金額と。基本的には魚そのものを与えるんじゃなくって、魚の釣り方を教えないとダメかな。だけど、今後の日本は魚の数が減っちゃうんですね。時代のハンデを考慮して、魚、つまりお金も多少はね残してあげてもいいかもしれないですね。で3つ目、VT について。 僕は子供が小さいうちに VT100 万円分を送るのがいいかなと思います。このぐらいのレベルがちょうどいいかなと思ってます。メリットは5つですね。65年後に2000万円を超える可能性。理論的に正しい投資手法。世界経済に関心を持ってもらえる。大富豪の推しで一生引き出さない口座を持てる。 分配金を味わうことができる子供が老後の心配なんてせずにね今を生きられるようにするお金と金融教育を残してあげられるとそういうことになってきますもちろん色々な事情とか意見とかあると思うんですよ子供にはもっとお金残してあげたいとかね100万円なんて渡してあげられないよとか家庭環境とかお金の価値観は人それぞれで 今回の件は僕のね、個人的な意見であって、正解は皆さんの家庭の中にしかないんですよね。あくまでも考え方の一つとして参考にしてもらえたら嬉しいかなと思います。ちなみに子供の証券講座は未成年講座とい言って、このチャンネルでお勧めしている楽天証券でも SBI 証券でもどっちでも作ることができるんですね。で、この未成年講座を作るには、 まずは、親が証券口座を持っている必要があるんですね。すでに楽天証券や SBI 証券で口座を開設している人は大丈夫です。自分の資産形成だけじゃなくて、子供の資産形成にも興味がある人は、ぜひね、証券口座を持っておきましょう。おすすめの証券会社は楽天証券か SBI 証券のもう2つ、2強ですね。SBI 証券が口座開設数ナンバーワンで一番人気なんですけど、楽天ポイントを使う人は楽天証券がおすめかなと。初心者にはどっちかといえば楽天証券の方がデザイン的には好きですけどね。どちらも概要欄にリンク貼っておきます。 興味のある人はぜひ、ね、見てくださいおすすめのファンデや投資のリスクなどについてはここで、ね、過去動画でずっと詳しく解説してますんでぜひ参考にしていてください。お金の勉強、株式投資編とかね、えー、みんなでお金にまつわりつつの力を育てて自由で豊かな人生を送りましょうというところで、ねえー、終わりたいかなと思います。以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それからリベダ書籍出ましたんでぜひ手に取って見ていただければと思います。子供の方だとか子供でもね、えー、非常にこのイラストとかで読みやすくなってますね。小学生ぐらいからだっ なんとなくね、理解してもらえると思いますんで、なんとなくでも知っておいてもらうと将来変わってくるんじゃないかなと思います。それからオンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。お金にまつわる5つの力を育てる場ですね。 子育て世代の人もたくさんいらっしゃいますんで、子育て教育チャットも大盛況です。子育てとか教育、家計改善に関する情報共有のバーとしてね、この動画の概要欄からぜひチェックしてほしいと思います。今日が人生で一番若い日です。子供の金融教育について不安とか迷いとか悩みを抱えている人ってものすごく多いんですね。各家庭の事情とか価値観はそれぞれですけど、子供の幸せを願っているってことは皆さん共通の思いですよね。だから今日からできることは必ずありますから、今日話した最高の贈り物っていうのがね、参考になれば嬉しいです。これからもしっかり学んで行動して自由の道 読んでいきましょうというところで終わりたいと思います今日もありがとうございましたお仕事行ってらっしゃい学校もね